フィラデルフィア管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、フィラデルフィア管弦が、普段は、アメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアを、本拠地とするオーケストラ。1900年、ペンシルベニア州フィラデルフィアに創立された、世界有数のオーケストラである、の一つである。自作の競争曲で録音も残しているラフ・マニノフは、本楽団を、世界祭のオーケストラと称賛し、 最後の作品、公共的部局は、フィラデルフィアサウンドを創造しながら作曲したと述べ、本楽団に検定している。近年では、インターネットを通じたスクリーン会場でのコンサートなど、同時代の音楽活動でも実績を残している。創立以来、1857年創設の、米国最古のオペラハウス、アカデミー・オブ・ミュージックを本拠地としていたが、 2001年からは本楽団のために建てられたキメルパフォーミングアーツセンターの内部のシンフォニーホールベライゾンホールで定期演奏している。なお、現在でも毎年アカデミー・オブ・ミュージックの創設記念日に寄付を目的とした演奏会を東オペラハウスにて開催している。当期定期演奏シーズンは10月から翌年5月の間30週間本拠地。 ベライゾンホールで同じプログラムを週4回、日、木、金、土曜日演奏し、またカーネギーホールに毎年、レギュラーとして5回ほど公演している。下記はフィラデルフィア市内フェアモントパークのオマーンパフォーミングアーツセンター、ニューヨーク州のサラトガ音楽祭、コロラド州のベールバレー音楽祭で演奏を行っている。夏の音楽祭では、 フィラデルフィア・ロビン・フット・デル管弦楽団という名称で演奏することあり、この名による録音も多く残されている。また、毎年遠征公演を行っており、2010年4月にはマルタ・アルゲリッチが同行して来日公演を行っている。1900年に初代指揮者を務めたフリッツ・シェールによって創設される。1907年にカール・ポーリヒが公認となるが、 1912年に主席指揮者となったレオポルド・ストコフスキーによってオーケストラとしての名声が築かれた。1940年にはストコフスキーの指揮でディズニー映画ファンタジアの録音を行った。1936年から1938年まで友人ンディが主席指揮者のザオ・ストコフスキーと分かち合い、それ以降は単独で音楽監督となった。 オーマンディは42年にわたって留任し、この間に数多くの名演名録音を制作した。オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団によるシベリウス作品の録音は作曲者自身から散々されお墨付きを得たことでも有名。オーマンディの後継の音楽監督はリッカルド・ムーティ、1981年から1992年が、その後任は ボルフガング・サバリッシュ、1993年から2002年が務めてきた。その後、クリストフ・エッシェンバッハが音楽監督に就任した。エッシェンバッハが退任した2008年には、シャルル・デュトワが主席指揮者兼芸術顧問に就任した。2010年6月には、ヤニック・ネゼ・セガンが2012年のシーズンから音楽監督に就任した。客演者の中では、 ジョルジュ・プレートル、サイモン・ラトル、ラファエル・フリューベック・デブル・ボスとの相性が特に良いと言われる。1990年後半から事実上ラトルが指揮する唯一の米国のオーケストラとなり、ラトルは毎年フィラデルフィアを訪れている。コンサートマスターとしては28年間、1966年から1994年、在任したノーマン・キャロルが、 最も長く、1999年以降から、現在のコンサートマスター、デイビッド・キムが務めている。創立当初からの本拠地だった、アカデミー・オブ・ミュージックが古いオペラハウスであり、その音響が不良であったために、本楽団の奏者はアンサンブルで音に、独特な広がりを持たせる工夫をし、それが分厚く柔らかくて優しくて弾ける、華麗なる、フィラデルフィアサウンドの響きを発達させた。 特に、のびのびと広がる法令な私塾のような弦楽の音色は、本楽団の大きな特徴であり、バーンスタイン・ニューヨークフィル、ショルティシカ・ゴ教、セル、クリーブランド館など、アメリカのオーケストラ全世時代に中にあっても一線を、ガだ、豪華懸爛なサウンドを持つオーケストラとして、独特の存在であった。また、オーボエ主席は常に巧妙な奏者で、現在のリチャード・ウッドハムズは、 全主席奏者ジョンでランシー弟子であり、ランシーはリヒャルト・シュトラウスにオーボエ競争曲の作曲を催促した人物である。ランシーは伝説のオーボエ奏者マルセル・タビュー島の弟子で、タビュー島はランシーの前の主席奏者だった。本楽団のレパートリーとしてはストコフスキー時代からムーティ時代まで伝統的にスラブ系やラテン系の音楽を得意としてきた。 例えば、セルゲイ・ラフ・フマニノフの自作自演によるピアノ競争曲、第2番、ストコフスキー式、オーマンリ式のリムスキー・コルサコフの公共組曲、シェヘラザード、バルトークの中国の不思議な役人、コダーイのガランタブ曲、ベルリオーズの幻想公共曲、そしてフィラデルフィアの弦楽を全開されたチャイコフスキーの弦楽、セレナー、ムーティ式のレスピーニの ローマ三部作、ローマの噴水、ローマの末、ローマの祭りなどである。その一方、そのサウンドはムード音楽的と考えられ、深刻なドイツ音楽に向かないとされてきた。が、サバリッシュ時代は、ベートーベニやシューベルト、ブラームス、シューマン、ブルックナー、ワーグナー、リヒャルト・シュトラウスなどの正統的なドイツ音楽で、高いレベルの演奏を行っている。なお、オーマンディ時代にも、 ベートーベン、ブラームスの公共曲全集などが録音されている。本楽団の奏者のほとんどは、カーティス音楽学校のトップ卒業生によって、占められている。カーティス音楽学校は、本楽団の水準を満たすような楽団員の、養成機関を目指して設立され、その教授陣は本楽団のメンバー、または、元メンバーで構成され、伝統の途切れない継承が行われている。 本楽団の素顔を追ったドキュメンタリー映画、オーケストラの向こう側は世界で数々の映画祭で受賞し、2008年に日本でも公開され反響を呼んだ。この映画はオーケストラ奏者が音楽を通じて人生の喜びに触れる瞬間を捉えた作品と評され、本楽団が世界有数のオーケストラである秘密が明かされていると言われている。 本楽団オンラインストア開設後は、ストコフスキー時代から、現在のライブ演奏を、MP3 ファイル、もしくはフラッグファイル、CD と完全に同等の音質で購入することが、できるようにな。また、本楽団は、HD、ハイビジョンライブストリーミングサービスプロバイダーである、スペクタカスト社が選んだ二つの楽団の一つであり、ベライゾンホールでの生演奏は、 フィラデルフィア管弦楽団コンサートシリーズとしてインターネット経由で高音質、高画質で配信されている。米国のオーケストラは地域コミュニティの顔として個人の支援や寄付によって支えられている場合が多く、本楽団はその代表的な存在である。大企業がバックにつき、高価な楽器と高収入の名人を呼んでいた経済が好調な時期もあった。しかし、 収入の大半を地域住民からの募金に頼っていることに変わりはなく、越バ爆破時代から低迷期に入り、そしてリーマンショック以降の米経済低迷で収入が劇的に落ち込み、ついに2011年4月16日、再建型の連邦倒産法第11章、日本でいう民事政法の適用を申請することを明らかにした。同様に、 世界トップクラスに君臨するドイツやフランスのオーケストラの大部分は国や州の予算で厚く保護されていることもあり、英国は基本的に自主運営。フランスにも施設団体は少なくない。本楽団の破産のニュースは世界中に報道され、音楽ファンのみならず、各界に衝撃を与えた。一方、この発表に先立ち、 本学団の理事会内部でも構成手続きの適用を申請することについて意見が大きく分かれていた。まだ財源があることと名声に傷がつくことを理由とする現状維持派と今こそ一気に改善すべきだとする改革派との意見の隔たりは大きかった。改革派はゲスト指揮者のヤニックネゼセガンの演奏が好評を得ていたことに本学団復活の兆しを見出し、 セガンが2012年秋から正式に音楽監督に就任する前に財政問題を解決しておきたいという思いもあった。結局、両派の意見は最後まで折り合いがつかないまま投票日を迎え、改革派の理事メンバーらは涙を浮かべながら、公正手続き適用算票に投じたとの逸話が残っている。公正手続きの適用により、べての再建回収が一旦停止され、 演奏活動を継続しながら過去の負の遺産を断ち切ることが可能となり2012年4月までという比較的短期間で再建プロセスが了されることとなったこのプロセスで本学団の管理職への大胆なリストラと高価なホールやその大事費契約等の白紙化が行われまた各方面での組合員への破格な報酬を支払う務から解放されることとなった 奏者の収入の減少にもつながることとなったが、奏者側も全員一致で、給料、福利のカットに合意した。本楽団は、構成手続き中の18ヶ月間、以前から予定されていた演奏会を1回もキャンセルせず、行い、この間市民からの寄付金も逆に増え続けた。二0 1年十月のシーズンオープンの際、本拠地、キメルパフォーミングアーツセンターとの新規契約の合意が、 できず、ペンシルベニア大学のアーバイン行動で演奏した。その1年後の2012年10月、構成手続きは予定通り完了し、セガンが正式に第8代音楽監督に就任、シーズンオープンのコンサート、レクイエムを本拠地、キメルパフォーミングアーツセンターにて満員御礼で迎えた。ナショナルパブリックラジオはこれをフィラデルフィアの復活と呼び、 他のすべての米国オーケストラが同じように財産難に陥っている中、果たしてフィラデルフィアほどの決断力と実行力を持ちるのか懸念を示している。また、カーネギーホールでもヤニックネゼセガンと本楽団のコンビネーションがセンセーショナルな成功を果たし、2013年から2014年のシーズンオープンコンサートに本楽団指名した。 2016年6月第1週、フィラデルフィア管弦楽団を率いての来日公演中に、ニューヨークのメトロポリタンオペラ座が、次期音楽監督に、ヤニック・ネゼセガンを指名するとの正式発表がなされ、メディアを大いに沸かせた。フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督を兼務しながらのメトロポリタンオペラ音楽監督の就任となる。ニューヨークとフィラデルフィアは、 高速鉄道で1時間を少し超えた感覚としては名古屋と大阪の距離位置にある。ヤニック・ネゼ・セガンはかつてカラヤンがウィーン・オペラとベルリン・フィルの間を行き来していたような精力的な活動をフィラデルフィアンとメトロポリタン・オペラの間で活躍していくことになる。本楽団は世界初演や米国初演のコンサート以外に数々の世界書や米国書を保持しているが 2012年は世界で初めて民事再生法の構成手続きを経て復活したオーケストラ撮った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。